私らは上陸部隊が占領した島に着くはずだった。やってきてみればバカバカしい。まだ攻略の途中で膠着状態にはまってやがった。私がその中にあるものを修理して戦闘機の格好にして懲罰兵どもに与えなくちゃならない、その格納庫もまだ敵の手の中だ。どうしたものかと問い合わせようにも通信はほとんど落ちてしまってる。通信がダウンして大混乱に陥る前、最後の最後に流れてた無線の会話では、大シア軍の中にいる懲罰部隊の囚人兵たちが反乱を起こし、戦闘機で味方を攻撃しまくってると言っていた。私らの他にいくつこんな部隊があるんだかないんだか。互いに信用できなくなった大シア空軍機は味方撃ちを繰り返してる。そんな雑音も見聞きすることがなくなって、今は静かでいい。聞こえるのは砲声だけだ。かつて懲罰部隊航空部隊だった我々は自動小銃を武器に地上を歩いてる。オシア軍からも撃たれかねないからな。散々我々のことを鋭相に押し込んだ看守どもも一連卓勝、身を寄せ合うのが一番だと思ったようだ。今じゃ我々の生き残るための戦力の一部になっている。いくつかの地上戦を乗り越え、地面の上を歩き続ける我々の前に、そそり立つ何かが現れた。バラのマーク。これは墜落したエルジアの連絡機だ。監視が連れてる犬が何かを嗅ぎつけた。向こうの崖っぷちに何人か倒れてるのが見える。私は全てを失った。国王の座にあることがまるで似合わなかった父は、オシア軍の首都攻撃の中で死んだと聞いた。私を安全な場所に運ぼうとしてくれた人たちは反乱軍から撃たれて、不時着する飛行機で亡くなった。私の親友はここで私を襲おうとした兵隊を噛み殺して銃弾を浴びた。あれほど互いに手を取り合うことを放送で訴えてきたのに、みんなそんな風であると信じていたのに。ここで私を撃とうとしたエルジア兵は、私がエルジア王国の王女であると知っていた。また誰かがやってくる。もう守ってくれる存在は何もない。私はもう動くこともできない。彼らの犬がもう動くことのなく横たわった私の犬に鼻を寄せて、悲しそうな声を立てている。私は考えることも忘れて、見慣れない格好をした兵隊たちが差し出した水のボトルに口をつける。どのくらいここにいたんだいと尋ねられ、3日と自分の声が出たことが信じられない。この人たちは皆いかつい顔をしていて、もしも私がエルジアの王女だと気づいたら、私を乗せてきた飛行機の操縦室を調べていた女の人が戻ってきた。対空無線機だ。まだ使える。女の人は私に何か食べさせるようにと仲間に言って隣に座った。そして小声でこう言った。私はな、あんたの放送の視聴者だったんだぜ、王女様。さっきからここで何を見てた？ああ、まあ話は分かった。お前たちの意見は理解できたよ。パーバンティ制圧、そしてエルジア軍将校の護衛、そこまではよしとして、そこから先の作戦方針、我々が当たるべき任務を俺はよく知らないままここにいる。相変わらず通信回線は軍も民間もまともに機能してないしな。本体からの命令もまるで届かない。とはいえエルジア軍残党が無数にいるここにこのままとどまり続けるのも危なすぎる。ここから先は自衛を考えよう。さっきのカウントからの提案だが、おっと、このタイラー島へと移動しようと思うんだ。開戦前にオーシア軍の大規模基地があった島だ。カウントは前にいた部隊がこの島の奪還作戦に投入されたと言っている。タイラー島は軌道エレベーターまで無補給で行ける唯一の基地であり、さらにアーセナルバードへの弾薬や無人機の補給を行うサプライシップの発着場でもある。軌道エレベーター奪還を狙うオーシア軍にとっては二重の意味で手に入れたい重要拠点だったはずだ。予定通りに作戦が進行したのであれば、すでに基地が取り戻されている可能性がある。投入戦力の規模を聞いた限りじゃ、まあ硬いところだという気がする。上陸部隊が共闘砲を開いてるんだ。オーシア大陸との輸送路もできてるってことか。補給船がそれだけの拠点ならエルジアだってただで手渡すまい。相当な激戦になったんじゃ。まあ敵がまだ残ってたとしてもちょろいもんだろう。俺は家に帰りて。俺もだ。トリガー、お前の意見は聞くまでもないって顔だな。トリガーが腹をくくったってんなら私も行く。そうだな、トリガーと一緒に行く。よし、決まりだ。ここを引き払って前期でタイラー島基地へ向かう。アーセナルバードの防空圏は避けられるが、エルジア軍の残党との接触はありそうだ。交戦による消耗はできるだけ避けて島へたどり着きたい。足の速い機体とセッティングを選んでくれ。さあ、俺たちお得意の長距離旅行だ。遅いやつは置いていくからな。ああ、ストライダー隊、速やかに出撃せよ。識別前の攻撃は禁止だ。ああ、仲間を撃つことね。ばかりだ。我々はバスドライバー施設奪還作戦に取り込んでいます。サプライシップは武器所蔵庫の裏だ。火器平均なら忘れるな。それで足元の場所は本物が暗黙だと。ルジア軍にも被害が出る。この状況で精密爆撃するなんて無理だ。それとも今ないのかもしれん。電気を落とすぞ。これぐらい島に近づいてる。もう時間がないぞ。注意、ロックオンされている。スライダースピンミサイル発射。敵機をロックオン。驚いた。ロンギャスだ、味方だ。俺とトリガーはこの声を知ってる。い。生きてたから伯爵だな。貸してくれ。よう、久しぶりだな。俺は2人とも生きてると思ってた。トリガーについていけば生き残れるからな。こっちは一つ情報に入れてる。難民を助けてくれたら教えてやってもいい。私は一肌脱いでもいい。ああ、全てのターゲットを破壊した。これで全て識別できただろう。ミッションは成功だ。よし、スクラップクイーン、爆撃地点を指定してくれ。それをどうやるか考えてたところだ。レーザー目標指示装置はないのか。持ってるわけねえ。発煙筒を突き崩す。敵の目の前まで誰が持ってくか。見てた。おい、バカ待て。バカ待て。何言ってんだこの大バカ野郎。ここを攻撃して。ロングキャスター、発煙筒の煙を確認した。そいつだ。前期データリンクで新しい識別情報を送った。目標を破壊せよ。外すなよ。周りにはお嬢さん方がいるんだ。急げ。ミサイルを発射。注意、ロックオンされている。それで戦争は終わりに近づいたのか？いや、戦争が終わらない可能性を防いだってくらいだ。カウントも言う通りだ。そして俺たちは元の基地に戻るしかない。燃料と食事が底をつきかけてるあの基地に何とかしないとな。よし、早く座れ。全員揃ってるな。よかった。サプライシップを撃墜できたのはよかった。それと難民たちを救えたのもな。だがもろ手を挙げて喜べる状況じゃないことは変わらない。この基地のコマンダーまで振動で言動がおかしくなってきている。まあ無理もないが、結局タイラー島は完全な無政府地帯になっていた。そしてこの基地ももう安全ではない。ここにいる顔ぶれだけが味方だ。互いの顔をよーく見ておけ。